アベマにて放送中のオリジナルドラマ、アニマルズ、アニマルズの主演を務める鈴木愛理が、人気アイドルグループ、イコラブ、こと、イコールラブ、以下、イコラブの公式 YouTube 動画にスペシャル出演し、話題を集めている、動画。15分で追いつけるアニマルズ、アニマルズ、シャープ1から5ダイジェスト。この度投稿された動画は、イコラブメンバーの中で、鈴木愛理、ファンを公言している諸橋沙奈と山本杏奈に、鈴木愛理自らドッキリを仕掛けるという内容。同じくイコラブメンバーの野口伊織の協力のもと、AD に扮した鈴木が偽企画の撮影にやってきた諸橋と山本にバレないように近づき、ミッションをクリアしていく。カンペ出しや写真撮影といったミッションを見事バレずにクリアした鈴木は、イコラブファンだと称して積極的に話しかける、好きなアイドルは、の問いに、山本が、キュート、の名前を挙げると、思わず鈴木は大喜び。その後も、もしキュートに会えたら抱きしめられたい、と、イコラブメンバーは本人を前に大盛り上がりした。バル、しかし、鈴木がティッシュを渡したところで異変に気づいたメンバーたち。AD が憧れの鈴木だと気づき、ボルテージは最高潮へ。改めて、鈴木を迎えた収録で、仕掛け人である野口と鈴木がドッキリを通じて仲良くなってる様子を目の当たりにした山本は、なんかやだ、とガチ嫉妬の一幕も。ドッキリ仕掛け人が初挑戦だった鈴木も緊張がほぐれた表情を見せつつ、以前からイコラブの TikTok にいいねをつけていたと明かしメンバーを驚かせた。バル、収録後、宣言通り鈴木に抱きしめられた山本は緊張しながらも、生きててよかったと幸せの表情を浮かべた。イコラブと鈴木の奇跡のコラボレーションに、視聴者からは、もうこれは神回だし永久保存版になることが確定している、幸せにしかなれない動画ありがとうございます。と反響が寄せられた。イコラブメンバーも視聴していると明かした鈴木が連続ドラマ初主演を務めるドラマ、アニマルズ、アニマルズは、いよいよ最終章に突入。8月4日、木曜日放送の第7話では、恋も仕事も新たな局面を迎える、